はい、皆様こんばんは。1月の7日午後9時46分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はーい、それではですね、本日、金曜日の第2部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、今日のね、第1部の配信は、ちょっとね、収録時間が、ちょっと分かれているような状況になっておりました。ニュースの部分をね、お伝えした後に私、歯医者に行きまして、その後にね、ちょっと仕事場に行きまして、ちょっと仕事、まあ作業をして、おりました。そこのね、合間で、少し撮った次第でございますので、ちょっとね、配信時間が遅くなってしまいました。3時半ぐらいになってたのかな、ちょっとね、遅くなってしまって申し訳ございませんでした。で、先ほど私も自宅の方に戻ってきまして、9時半ぐらいでしたかね。で、収録を今、仕方しているところなんでございますけれども、第2部の配信自体もね、配信時間が、まああああちらでございますよ。正月休みの前の時と同じような形で、夜のね、11時ぐらいから12時の間でございましょうか。その間になっているかなというふうには思っている次第でございますけれども、なるべくね、早口でバリ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 と喋ってね、行きたいというふうに思っておりますので、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。そして、もう早速行きましょう。本題に。まず皆様に今見ていただいているのが、ビットゲットさんでございますね。ビットゲットさんで。ビットゲットさんで、こちら、初めてね、ローンチパッドが行われるということで、一時前にね、多分ニュースで、取り上げられていたので、それを皆様にね、お伝えした次第でございますけれども、その日程が決まったということで、今回ね、皆様にお伝えをしていこうかなと。で、ビットコインのコンテンツ、ショッパートークン、はい、CST を活用したローンチパッドの第1回セッションが開始されるということで、これはね、やっぱりバイビット、今これはビットゲットさんなんでございますけれども、前はね、前はというか今もやってるんですけど、バイビットさんですよね。あちらでビッダーを、BIT ですよね、ビッダーを利用したローンチパッドであるとか、ローンチプールのご案内をいろいろね、させていただいていたんでございますけれども、やっぱりね、このローンチパッドとか、まあ、今回ローンチパッド、で、あとがローンチプールね、こちらの方っていうのは、やっぱりこう、なんていうんですかね、仮想通貨業界にいて、トレードだけではなくて、その他の部分で、やっぱり稼げていけるようなものにはなっておりますので、これはね、かなりね、いい形で、それこそ、どれだったかな、この前のローンチ、プール、ローンチプール、いや違った、バイビットさんのローンチパッドですかね。あの時にカテナでしたか？カテナというものが、おそらくローンチパッドで取り扱われていたと思うんですけど、あれがね、私も参加いたしました。参加をいたしまして、結構やばい高値でね、私はもう売り抜きました。どれぐらいだったかな？いや、びっくりしますよ。5050、10ビッダオかな？ 10 ビッダオ分、購入しました。ですから、びっくりしますよ。今1枚あたり2ドルぐらいでしょ。ですから2000円分ぐらい。そうだ。2000円分ぐらいビッダオを購入してから、その後にちょっと見れるので見ていきましょうか。ちょっとごめんなさいね。どこかな？ローンチパッドありますよね。で、ここも終了してるんでございますけれども、ちょっとここでちょっと開いてみましょう。コミット履歴っていうのがあるので、この左上、そう。ここでビッダを総額。私が5050ビッダを、5050ビッダ、だから大体1万ドル分ですか？ 1 万ドル分のビッダを、まあ、いわゆるコミットしたんでございますよ。そしたら、1058カテナね、いただきました。いただきました。ここでね、5052で、1058、カテナをもらったということ。で、その後に、このカテナ、だから、1058だから、10、100、1000、だからね、それこそ本当に、1カテナ、あ、ごめん、カテナね、カスタですね、ごめん、カスタ、1カスタが、0.0188 ビッダオだから、だいたいね、20ビッダオぐらいに引かれた感じ、20ビッダオぐらい引かれて、1058カスタ、ごめんなさい、カテナじゃないです、カスタ、カスタもらった。だから、20ビッダオをということは、ごめんなさいね、計算できるとこ、40ドル分、ごめんなさい、さっき20ドルって言っちゃいましたね、40ドル分です、40ドル分のビッダオがかかったということかな、いうふうに捉えておいてもいいんじゃないかなというふうな感じがしておりますよ。 OK でございましょうか。で、ですから、だいたい4000から5000円ぐらいのビッダーが引かれて、なんと売り抜いたのが1カスタ、1.25 ドルぐらいだったかな、1カスタ 1.25 ドルぐらい。だからわかります？単純計算でいくと1400ドルぐらいになりました。言ってる意味わかりますか？なかなか複雑ですか？もう一回言いましょうか。1ビッダオが今2ドルぐらいです。2ドルぐらい。ですから、20ビッダオ引かれたということは、40ドル分引かれたということです。40ドル分のビッダオが、購入金額に当てられて、売り抜き価格が1400ドルでしたから、1400ドル。ですから、結構なね、もう30倍ぐらいで、売り抜けた、という形になりますでございましょうか。30倍以上でございましょうかね。ですかね、40、30、そうですね。30倍ぐらいの金額で売り抜けましたので、ものすごくね、
割が良い、ものが、に参加できたな、というふうにね、私自身思っております。まあ、なんでカスタを売ったのかと言ったら、って上場した後に、そうなんですよ。もう1ドルぐらい普通につけてたので、これって、待ってと、40ドル分買ってもうすでに1000ドルぐらいになってるんだけど、と思って、1.25 ドル付近で、待ち構えていたらちょうど差し値がかかって1400ドルぐらいで売り抜いたみたいな感じにね、なっておりましたので、あ、よかったよかったという形で私自身は思ってる次第でございますけども、今は 0.8 から 0.9 ドルぐらいになってるのかな。まあ、ちょっと下がってはきているんでございますけれども、まあ、それでもね、かなりね、割のいい勝負ができたかなというふうに思っておりますので、まあ、これがローンチパッドバイビットさんでございます。で、このローンチパッドが一応ね、ビットゲットさんの方でも行われるということで、だから今言った話を聞かれた方やばいでしょ。だからこれがあのローンチパッドなんですよ。だからうまくね、売り抜けすることさえできれば、かなりのね、利益に多分なると思います。それで、例えば売り抜いてからまたビッダーを逆に購入して、さらに次のね、ローンチパッドに参加するための、資金にしていく。そして、ローンチパッドっていうのは、いわゆる、まあ、バイビットさんの方だったらビッダーを多く持っている方は、たくさんね、いわゆる枚数が購入できるような、まあ、計測期間があって、その枚数分コミットすれば、コミットした分だけね、ある程度こう割合的には多くもらえるような形になりますので、新しい新通貨がですね、ですからそれをまた売り抜いて、でビッドを買い貯めていってみたいな形でやっていく方も結構多いんじゃないかなって、まあ思いました。私はね、今回この1400ドルぐらいでしたかね、一応テザーで、そのまま置いておいて、今ね、下落している、まあ、リップルをちょっとね、やっぱり2022年は買い集めていきたいんで、私自身はですよ、ちょっと思っておりましたので、リップルを購入する資金にね、まあ、少し当てていったという形でございます。まあ、何ドル分だったかな ?1000 ドル分かな ?1000 ドル分、リップルを購入したという風なね、流れになっております。今回の下落に乗じてね、まあ、よかったと。だから、それぐらい破壊力のあるもの、まあ、単純計算でいくと、30倍になったということです。はい、30倍になったということなんで、ここはね、うまく利用していけば、ものすごくね、資産をね、作っていける場所かなというふうにもやっぱり思いました。で、このローンチパッド、今言った話のローンチパッドが一応ビットゲットさんで、今回行われるということで、ここはね、やっぱり注目に値するところでございましょう。はい、で、一応読んでおきましょう。ビットゲットはビットキープ、このね、ビットキープっていうのはこのビットゲットさんのね、なんか子会社らしいです。子会社らしいで、このビットキープと共同で立ち上げた初のね、ローンチパッドを発表と。で、ローンチパッドはいいですか、ビットゲットが導入したプロジェクトやリワードを立ち上げるための新しいプラットフォームですと。で、ユーザーは資産を保有したり、取引したりすることで参加できまして、特殊プロジェクトの、トークン報酬を獲得することができますよということですね。だからバイビットさんのローンチパッドとまあ同じでございましょうと。で、バイビットさんはビッダーを使うんですけれども、ビットゲットさんはおそらくね、テザーを使っていくような流れになるのかな。まあ、一応読む限りではいきましょうか。コンテストショップトークンは1回の開示で世界中で利用可能な、知的財産管理取引プラットフォームですと。で、特にプロのトレーダーのノウハウを NFT にして、一般の人がね、定量的な取引に使えるようにしていますよということですね。これがまあプロジェクトであると、まあ簡単な概要でございましょう。で、ローンチパッドの概要ということで、ここに載っておりますね。いきましょうか、上から下に。はい、まあ、いわゆる総報酬が200万 CST ですね。200万 CST。で、ローンチパッド報酬が、こちら、190万 CST。まあ、当選1枚につきって書いてあるんでございますけども、この当選っていうのは何かって言いますと、まあ、上から下に行きましょうか。まあ、まずは、ステップ1。まあ、このステップを踏んでいけば大丈夫かなというふうに思っております。まず、登録。登録期間は1月10日の17時。日本時間ですよ。17時から、1月12日の17時までが登録期間ですと。で、登録したユーザーは、注目のプロジェクトトークン報酬が当たる抽選会に参加することができますということですね。で、ステップ2が一応チケットの請求方法について、行きましょうか。獲得と請求についてということですね。ルール、まずは、登録ユーザーは1月10日の17時から1月12日の17時において1日の平均保有額に基づいて、資産を保有し、抽選券をね、獲得することができますと。で、ユーザーの資産のスナップショットが、毎日ランダムなタイミングでね、取得をされまして。で、ここのユーザーの資産っていうのは、現物口座、並びに先物口座ということですね。ここに入れている分が、いろいろ、ランダムなタイミングでスナップショットされますよと。そして、1日の平均保有額が算出をされますということですね。で、ここから上に、はい、下に行きましょう。ごめんなさいね。平均口座内保有額ということに載っております。ですから、例えばね、まあ、一番下だけ見ておきましょうか。5万テザー、以上、ということでございましょうかね。5万テザー以上、例えば資産として保有している方であれば、チケットをまあ20枚、もらえるということでございましょう。こういった形ですね。で、
いきましょうか。日時平均保有額、ローンチパッド期間中の日時保有額の合計割る2ということですね。ローンチパッド期間中の日数ということです。で、ユーザーはビットゲットウェブサイトまたはアプリの資産にアクセスし、総資産額を確認することで、自分の資産保有額をね、確認できますよということでございますね。まあ、テザーで、確認をしてくださいということでございますね。まあ、総資産額っていうことだから、何でもいいんですかね。テザーだけじゃないっていうことかな。いや、違いますね。保有、日時平均口座保有額だから。まあ、おそらくテザーを入れている方だとは思うんですけど、まあ、一応ここに関してもね、まあ、初めて、まあ、ビットゲットさんでやるので、ここは、まあ、一応ね、初め、参加をしていただければ、まあ、1回目ですか、2回目、3回目と、ここからね、回を重ねてあるでございましょうから、ここはね、ぜひとも、皆様参加していただいてね、要領を掴んでいただいて、さっき見ていただいたバイビットさんみたいにね、まあ、稼げるものにはなってくるんじゃないかな、というふうに思っておりますので、ぜひともね、ご参加のほど、してみたらどうでしょうか。ということでございますね。で、上から下行きましょうか。一応取引ボーナスということでルール、獲得&請求でチケットを入手したユーザーは、1月10日の17時から1月12日の17時に現物または先物で取引を行い、ユーザーの総取引量に応じてボーナスチケットを獲得することができます。おー、なるほどね、なるほどね。チケット枚数をいわゆる上乗せすることができるということですね。あー、なるほどなるほど。つまり先物でいいんでしょうね。そうですね、現物または先物か、現物か先物で取引を行えば、その取引量に応じてさらにボーナスチケットがもらえると。10万テザー以上だったら5枚、そして20万テザー以上だったら10枚のボーナスチケットがもらえますよということですね。だから、あちら、例えば、FX とかでね、やっている方がいるんであれば、例えばこの期間中だけは、ビットゲットさんで、ちょっと例えばね、FX を、普段やっているところが違うところでやっているんであればね、ビットゲットさんでやってみて、例えばこのチケットを上乗せしていくとか、いう形で、まあ、見ておけばいいのかなということでございましょうかね。で、上から下に行きましょう。まあ、一応米印で、取引ボーナスを獲得するには、まあ、いわゆる参加するには、獲得&請求セッションで、最低1枚のチケットをね、取得する人が、だから、チケットを最低1枚持った状態にしといてくださいよ、ということですね。で、次行きましょう。ステップ3ですね。行きますよ。チケット配布。はい、行きましょう。プラットフォームは、ユーザーの1日のね、平均保有ポジションと、取引量に基づいて、私の子供が叫んでおります。はい、取引量に基づいて、獲得したチケットの、総数を計算し、1月12日の18時に、抽選券を発行しますと。で、ステップ4ですね。はい。抽選と結果の発表。はい。プラットフォームは1月12日18時に抽選のね、当選チケットを発表しますと。おー、だから、当選すれば、要するに CST でしたか？そうですね。CST っていうものが、まあ、そのチケットの枚数に応じて、枚数、1枚、ごめんなさい。もう一回上行っていいですか？ちょっとなかなか初めてだから難しいですね。あ、書いてますね。当選1枚につき 1000CST もらえますよ、ということですね。ですから、例えば、チケットが20枚あって、例えば5枚当選したら 5000CST もらえますよ、ということでございましょうね。で、総額名誉賞。1ユーザーにつき 2000CST が上限で、これはどういうことでございましょうね。ちょっとごめんなさい。ここがちょっとよくわからないんだけど、なかなか難しいですね。初めてだからちょっと複雑な感じもいたしますけれども、まあ、参加することに損はないかなと思いますので、まあ参加してみた方がね、いいんじゃないかなと。で、行きましょう、行きましょう。行きますよ。プラットフォームは1月12日の18時に、抽選の当選チケット発表。ユーザーは、ローンチパッドのインターフェースにアクセスし、ビュー、リザルトをクリックして、結果をね、確認することができます。ということですね。はいはい、なるほど、なるほど。そして、ステップ5、参加賞。結果発表後、当選チケットを持たない参加者も、イベント期間中に保有していたチケットの数に応じて、参加賞をね、分配することができます。と。で、ここがさっき見たやつですね。報酬の上限はユーザーごとに 2000CST トークンですと。まあ、書いてます。例えばユーザー A が10枚のチケットを持ちますと。はい。で、抽選に当たらなかったと。10枚持っていてもね。で、イベント期間中に失敗したチケットは合計5000枚でございますと。そして、ユーザー A は参加賞として500分の1をね、受け取ることができますよ、ということでございますね。はい。なるほど。まあ、割り当てられるということでございますね。なるほど、なるほど、なるほど。はい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 。わかりますか？大丈夫ですかね。そして、報酬の分配。はい。プロジェクトトークンは取引開始前に、抽選結果に応じて当選したユーザーにエアドロップをされますと。はい。そして1枚の当選チケットには 1000CST がね、含まれています。だからさっき言った理論。5枚当たれば 5000CST がもらえる。まあ、理論的に行くとチケットをたくさん持っていれば、それはその分だけね、当たる可能性がありますよ、ということですね。で、いきますよ。当選チケットを持たないユーザーは、
イベント期間中に保有していたチケットの数に応じて参加賞を山分けしますよということですね。はい、なるほどなるほど。そして行きましょう。もうね、あのテザーと CST の取引時間がね、もう決まっておりますよ。まあこれは、バイビットさんと同じ。バイビットもね、あちらトークンが配布されたらもうすぐに上場開始で、すぐに金額がつくような形になってますからね。まあ同じような流れでしょう。うん、行きましょうか。1月13日の17時に、こちら、取引がね、開始されますよということで、ここは意識をしておいてください。お願いいたします。はい。まあ、こういった形で、まあね、どうでございましょうか。うん。まあ、初のね、こちら、ビットゲットさんのローンチパッドがございますので、もしね、気になる方がいるんであれば、ぜひともね、参加をしてみるのがいいんじゃないかなというふうには思っている次第でございます。まあ、初めてだから、なかなかほら、ビットゲットさんと、あと、バイビットさん、うん、バイビットさんですよね、とはちょっと違うような流れになっておりますので、なかなかね、わかりづらさがもしかしたらあったかもしれませんけれども、一番初めのこの第1回に参加すれば、基本的には第2回目以降もね、よりよくわかるかなというふうには思っておりますので、私自身がですよ。ですから、これはね、試しでやってみてもいいんじゃないかなというふうな感じがしております。これってやっぱり総資産額っていうのはテザーの総資産額ということでいいんでしょうかね、それとも口座に入っている分の総資産額というところでございましたか。ちょっと一応ここは確認できるので、一応ね確認はしておきましょうかね。マネージャー様がいらっしゃいますから、一応私が聞いてみて、これってローンチパッドって、なんていうんですか、保有しているテザーが、だから何て言うか、テザーの総量によってこのチケット配分が決まるんですよね、みたいな。あ、資産額でいいんですかね。言ってる意味わかります。例えば、だから、評価額ってあるじゃないですか。例えば、リップルを、ね、例えば1万枚持ってますよと、1万枚持ってますよとなったら、それの USDT の評価額ってあると思うんですけど、いわゆるそれほら、総資産額っていうところで、評価額としてテザーで多分出てくると思うんですよ。だから、それはダメなのかな、言ってる意味わかりません。だから、テザーじゃないとダメなのか、他の通貨でも総資産が、ほら、テザーで表現されますから、それでもいいのかどうかっていうのはちょっとね、聞いてみたいなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。乗ってはないですよね、おそらくね。多分乗ってはないと思う。まあ、です。なんか、保有額はまあ、そうですね。3日目って4000、テザーですね。これ、多分テザー縛りかな。まあ、そうでしょうかね。テザー縛りかなと思います。まあ、ここにほら、例えばというふうに載ってますけど、ローンチパッド登録期間が3日間で、ユーザー A が2日目にローンチパッドに登録したとしますと。で、ユーザー A は、初日に5000テザー、2日目に6000テザー、そして3日目に4000テザーの資産を保有していると。で、1日の平均保有額は、まあ、割り算をして3333ねというふうに計算されますよということでございますので、やっぱりこれはテザーでの保有かなというふうに思っておる。思えますよね。そこかなというふうに思いますので、まあまあ大丈夫でしょうか。一応確認をね、取ってみましょう。よろしくお願いいたします。まあこういった形で、第1回目のビットゲットさんの、先ほど言いましたように、ローンチパッドがね、ございますので、もしね、よろしければご参加してみてください。私もね、参加をしてみます。まあビットゲットさんの方には、テザーが入っておりますので、そこでね、そのまま放置して参加をしてみようかなというふうに思いますので、もしね、こちら、参加をしてみようかなと思っているけど、例えばアカウントをね、お持ちでない方がいるんであればでございます。いるんであれば、私の動画の説明欄の方にリンクをぐちっと貼っておきますので、もしよろしければご活用をいただければ大変大変嬉しい限りでございますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、動画の説明欄の一番上にバリッと載っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでしたらまずはね、取引所のローンチパッドのご案内でございまして、バイビットさんはまだなかったですね。カスタでございましたかね。カスタでよかったですか。そうですね、カスタがもう終了して、次のローンチパッドが何があるかというのが楽しみなんでございますけども、次がビットゲットさんがあるよというところは意識をしておいてください。はい、そして行きましょう行きましょう。今日の重要ニュースなんですけども、おみつまんグローブ様第2部あります。そしてチャート分析がビットコイン、イーサリアム、そしてサンドですね、サンド、そしてトロイ、そして、ソル、ソラナを見ていきましょう。そして最後締めくるのはファントム、ファントムで行ってみたいと思いますので、皆様ぜひとも第2部の配信楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッツゴー、お願いいたします、お願いいたします、いきます。まあにしてもですよ、ちょっとごめんなさいね、さっきの話に戻りますけれども、バイビットさんのあのローンチパッドのカスタ、あれやばかったです。本当に1000カスタぐらいもらえましたからね。まあこれ何遍も言って申し訳ないんでございますけれども、ビッダを保有しているだけで、入れておくだけで、まあ一応ねもらえる権利だったので、これ前も言いましたけど、あのね、もし
例えばそのビッタを持っていて、わかりますね、ウォレットで放置しているぐらいなら、やっぱりこれバイビットさんの方に送ってローンチパッドであるとかローンチプールに参加をねした方が、まあ結構得にはやっぱりなるんじゃないかなと思いますよ。さっきのほら私の画像を見ていただいてもわかるように、うん、20ビッタをでしたかね、だいたい20ビッタをぐらい引かれていたので、何遍も言いますけれども、ですから40ドル分の、ビッタをで、1400ドルかなゲットできたということは、ものすごくね割のいいものだと思いますから、結構それ目当てでね、やっぱりビッタを買っている方も多い。そしてそれが分かっているから、あんまりほらビッタで下がってないでしょ、金額が。そうなんですよ。だからバイビットさんのやり方がマジで上手くて、ほぼ下がんないんですよね。下がってきたら下がってきたで、こういう旨味があるっていうのが分かっている方が多いので、結構集めている方が多い。そして売ろうと思っている方が少ないかなというふうにはやっぱりね感じている次第でございますので、やっぱりここはね一つ、うん、なんか新しい形のやっぱり稼ぎ方っていう感じがねいたしますので、やっぱりこのねビットゲットさんでもありますから、参加をねしてみてもいいんじゃないかなというふうにはやっぱり思っている次第でございます。で行きましょう行きましょう、しつこくなってもあれでございますからね、行きますよ。まずお一つ目がこちら、うん、2022年の NFT の三大予測、うん、ブロックチェーンゲームの進化や投資分野の拡大などということでニュースに上がってきております。 NFT 絡みでございますね。2022年がどうなるかということです。行きましょう、うん、NFT は2014年頃に登場しましたが、はい、2021年になって、あ、結構昔からあったんですねあったんですね、で2014年頃からあったんですね。今これはぶっちゃけ私初めて知りました。お、そうだったんだと思って、結構前からあったけど注目され出したのがやっぱり最近だったんだなという感じですよね。で行きましょうか。2021年になって一気に躍進を遂げ、うん、アートやゲーム、音楽をはじめ様々な分野をね、席巻しましたと、うん、でさらに現在も新たなユースケースを生み出しておりますということですね。で2022年は NFT にとってどんな年になるのか、うん、ゲームズパッド社の共同創設者、うん、エラ、うん、エル・ハナニ氏は大きく3つの予測を立てておりますよということですね。上から下行きましょう、うん、NFT がブロックチェーンゲームを進化させると、まずは、うん、行きますよ。大手ゲーム開発企業フォルテ社のレポートによると、2021年にブロックチェーンゲームによる総取引額は10億ドルを超え、はい、まあ、1159億円ですよね、超えまして、数百万の人々がブロックチェーンゲームに参加していたとのことですよね。でゲーム分野は今後数年のうちに、うん、ブロックチェーンの中心的なユースケースになると考えられており、うん、その中でも NFT がね最も重要な役割を果たすと見られていますと。で、プレイトゥアンですよね、まあプレイトゥアンゲームですよね、時代の到来により、これまでよりもバーチャル空間と現実社会との間の経済的な壁がね薄くなりましたと。でやがてこの壁は完全になくなるかもしれませんということですね。まあプレイトゥアンっていうのは、これです。初めて聞かれた方もいるかもしれないので簡単に言いますと、まあいわゆるゲームで稼げると、まあ今までみたいね、例えばですよ、あのドラゴンクエストとか、例えばファイナルファンタジーとかいろいろあるじゃないですか。まあああいった類のゲームは、まああれはまだ違いますよ、あれは違うんですけど、ああいったゲームで例えばわかりますよね、ドラゴンクエストだったらなんとかゴールドみたいなね、あとはまあどうでしょう、ファイナルファンタジーだったらなんとかギルみたいな感じでございましょうか。それは別に現実世界で使えるものではなかったんですけども、それが現実世界で換金できて実際のお金にできますよっていうのがプレイトゥーアーンということ、つまりゲームをして実際のお金を稼ごうというやつですね。これがそういうことです。でいきますよ、アクシーインフィニティ、そしてイールドギルドゲームズ YGG ですね。であとは Zゼッドラン、これ初めて聞きました、ゼッドランやその他のプロジェクトはメタバースでお金を稼ぐことを可能にしておりまして、うん、時には人生をね大きく変えるほどの利益になることもありますと。そしてプレイトゥーアンが広がるにつれて、より多くの人々がゲームに時間を費やすことになるでしょうと。でこの傾向が続くと、 NFT がバーチャル経済を現実社会につなぐキープレイヤーになるはずですということですね。そして NFT はデジタル分野で特別な価値を生み出し、うん、価値を保持する役割を果たし、はい、暗号資産が具体的な取引手段になるからですということですね。もしもいいですか、 NFT がなければ、うん、我々がバーチャル空間で創造するいかなるものもその価値と所有権を認められることはないでしょうと、うん、でまたユーザーはゲーム環境の種類にとらわれることなく、うん、価値を生み出し保持する機会さえあれば、それがね NFT につながるチャンスになりますということですね。そして現在その価値のほとんどはバーチャル空間上のもの、そしてアバターや武器などに代表されますと。でしかし将来的にはゲームの NFT がゲームそのものの独自性やブロックチェーンを超えた評判などに大きな影響を与えるようになるでしょうということですね。まずは一つ目ゲーム分野ということでございましょう。そしていきましょう、次ですね、NFT が新しい投資の分野を切り開くと、また新しいところが出てくるんじゃないかということですね。ビットコインの登場以降、ブロックチェーン技術は分散化技術に立脚した新しい金融システムの創設に大きく貢献してきました。でこれは多くの点で革新的なことでありまして、うん、
あらゆる地域の人々が富を創造する新しいチャンスを手にし、銀行口座を持たない人々が初めて金融サービスにアクセス可能になりましたということですね。しかしいいですか、このような進歩をよそに、ブロックチェーン上には投資に関する様々な利用制限が存在しますと、で ICO そして IEO そして STO などの仮想通貨ベース資金調達方法には多額の初期費用がかかりますということですね。でその結果多くのプロジェクトは必要な資金のね調達が困難になり、従来のトークンによる資金調達面での法的かつ流通上の障壁によってベンチャーキャピタルを通じた資金調達方法を選ばざるを得ませんと、で一般的な人々は高い利益をもたらす機会にねアクセスできないのですということですね。しかしいいですか、 NFT があれば、より多くの人々により価値のある投資のチャンスをねもたらすと同時に、スタートアップ企業に対しても新しいね資金調達方法を提供するでしょうということですね。でゲームズパッド社の INO のような新しい資金調達方法は伝統的な投資や他のトークンのような障壁もなく、効率的で低コストのプロジェクトをね可能にするでしょうということなので、まあ新しいねあの資金調達方法として NFT が使われていくんじゃないかということでございますね。でこれがお二つ目、そして三つ目ですね、最後、小売企業も NFT 利用に乗り出すと。今年ですよ、いきますよ。 NFT 市場の成長は2022年にはメインストリームにまで、拡張をされまして、 LVMH やプラダ、あとはアディダス、プーマなどの小売トップ企業も NFT 事業に参入するでしょうと、そしてさらに多くの小売企業が Web3 の世界に参入すると、バーチャル空間と現実社会等を問わず、NFT は、大手ブランド商品とのコラボレーションが可能になりますということですね。で、すでにハイストリートのようなプラットフォームで実現している、これハイストリートっていうのは、あちら、メタバース空間でよかったですね、確かね、ハイストリート、ハイという通貨があります。最近ではなんかあのあちらバイナンスかどっかに上場したってニュースが上がってましたかね、ハイでございますね。まあ私のチャンネルの方では何回かチャート分析をしております。ハイストリートのようなプラットフォームで実現している現実社会の商品とメタバースでのバーチャル商品との融合も、今後はね多くの小売企業が取り入れることになるはずですと。で最終的にはこうした新たなね NFT との提携がブロックチェーンゲームや他のメタバース体験の成長を加速させると考えられますということですね。サンドボックスやディセントラランドのように、自由なプラットフォームが成長すれば人々がバーチャル空間で体験できるサービスも拡大し、メタバースはブロックチェーンゲームを超えて、ブロックチェーンをベースにした社会、仕事、創造空間にまで広がるでしょうと。そして2021年に見せた NFT の急激な成長はより大きなね可能性の始まりであり、NFT のユースケースがさらに進歩すれば、現在最もね NFT に懐疑的な人々でさえ、2022年の終わりには NFT を持っていることになるかもしれませんということでニュースに上がってきております。まあね、ディファイであるとか、まあいろいろまあありましたよね、あのワンチャン系コインであるとか、まあああいったものが来るなんて誰もね、まあ思わなかったところでございましょう。ですけども実際は来たと。で今これ NFT であるとか、まああれですよね、メタバースであるとかこういったものはくる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 言われていて、金額にまだ影響があまり出てきていないものもたくさんあるわけでございますよね。ですから投資という観点で、2022年のまあいわゆるこの今年の投資という観点でいくと一つやっぱりありなんじゃん。でもメタバース関係に関しては今後何年間かはまあ厚さが出てくるね通貨の一つにはなる可能性がありますよということで、一応ね意識の中には留めておいてもいいんじゃないかなというふうにはね思っている次第でございます。はい、次行きましょう。まあ最近はね本当にニュースの方でもものすごくね NFT であるとかメタバースっていう言葉がもうものすごいですから、ですからやっぱりね、過熱感がさらに増してきて金額にね影響が出てくるんじゃないかなというふうにはやっぱり思っているところでございます。はい、次行きます。二つ目でございますね、行きましょう。著名投資家のレイ・ダリオ氏。はい。2022年もビットコインには強気だということでございますね。いきますよ。著名投資家でヘッジファンドマネージャーのレイ・ダリオ氏は、2022年もビットコインに対して強気であり続けると主張していると。で、ザ・インベスターとのインタビューで、ダリオ氏は、インフレヘッジ手段としての金とビットコインについて語っていますよ、ということですね。いきますよ。インタビューの中で、ビットコインへの賢明なね、割り当て比率を質問されると、ダリオ氏は1から 2% がね、妥当だという考えを示したと。で、ダリオ氏は、ビットコインのネットワークがハッキングされたことは一度もない点を強調。さらに、ビットコインのね、採用が進めば、金のシェアを奪う可能性があるとも示唆をしていると。おー、なかなかすごいですね。で、いきますよ。ビットコインは現在約1兆ドルの時価総額があるが、金のように中央銀行が保有したり、宝飾金に、使われるわけではないと。まあ、宝石に使われるわけではないと。一
方で金の方は約5兆ドルの時価総額だということですね。私はこの点を心に留めていると、時間が経過するとともにおそらくインフレヘッジ資産はより良いものになるだろうということですね。で、世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーターアソシエイツの創設者であるダリオ氏はビットコインが過去10年生き残ったことの重要さを強調し、現在の存在がより不利になっていると付け加えたと、これは先月のインタビューでもダリオ氏がね繰り返し述べていたということでございますね。はい、あ、ごめんなさい、現金の存在ですね、ごめんなさい、現金の存在がより不利になってきているということを付け加えたということですね。まあこういったところで、まあ有名なね、ヘッジファンドマネージャーの方がまあ2022年ビットコインに対しても強気、でまあそれ、よりも先、金の時価総額をね、もしかしたらこの私はこの点を心に留めているっていうのはいわゆるワンチャン抜くかもねってことを暗に言っているんですかね。もしかしたらですよ、もしかしたらまあどっちでしょうかね。まあなかなかねこのコメントをどっちに拾っていけばっていうのがちょっと分かりづらいんでございますけれども、まあでもこの後にねビットコインは10年も生き残ったんですからっていうことをまあ言ってますから、まあ金のね時価総額をもしかしたら超えていくのもね、遠い未来ではないかもしれませんよね。ここは一応頭に留めておいてください。はい、次行きましょう。今日の最後ですね、行きまーす。今日の最後はこちら、ビットコインが400万円台まで下落と、弱気が鮮明になってきたということで一応ニュースに上がってきておりましたので読んでおきましょう。はい、やっぱりこういったところはね重要でございましょうから、お耳の奥にパチリとぐちっとね収納しておいてください。よろしくお願いいたしますよ。いきまーす。2020年3月以降の大規模金融緩和に伴い、過剰流動性バブルにあった株式市場であるが、はい、FRB による早期利上げ観測など金融引き締めの影響で市場関係者の警戒感がね強まっていると。で、7日のビットコイン価格は前日比マイナス 1.98% の498万円、まあいわゆる500万円台をね割り込んで、今490万円ぐらいでしょうか、割り込むなど弱気を鮮明にしておりますと。で、株式市場では新興市場を中心に資金抜けがね目立っているが、はい、暗号資産でも高騰していたアルト市場の下落率が際立っていると。で、まあいわゆる資金がまあ抜けていっているということですよね。で、暗号資産デリバティブ先物市場では6日の下落時に大きなロスカットが走っておらず、はい、未決済立て玉減少も緩やかであることが、だからまあまだ落ちてくる可能性ありますよ、これは。あることからさらなるダウンサイドリスクに備えておきたいと、いわゆるロンガーのロスカットが起きていないということなので、ここね、もしそれが起こってくるならばさらなる大幅下落がねある可能性があるよということでございますね。で、いきましょう。ギャラクシーデジタルのマイク・ノボクラッツ CEO は、ビットコイン価格について、これは第一部の配信で言いましたよね、3万8000から4万ドルまで下落する可能性があるとの見解を示したと、で、アメリカの CNBC のインタビューで試験を述べたということですね。で、同氏は、暗号資産への情熱はね失っていないというと。で、5日には、ルナ、まあ、テラですよね、ルナをまあモチーフにしたタトゥーを入れたことを報告をしておりますということですね。で、次、メイキャピタルマネージメントの、MAI、キャピタルマネージメントのチーフエクイティストラジストであるクリサンティ氏でいいんですかね、は2022年は各国の規制強化の影響で暗号資産にとって厳しい年になるとの見立てを示したと。で、一方クリプトクワントに投稿したアナリスト、インスポクリプト氏によれば、いいですか、30日平均でクジラの売り圧力が、2日以降低下していることを指摘と。だからクジラ様は、売りにかけていないということで、まあ、低下をしてきていると、売り圧力がね。で、21年、12月30日以降は、まあ、去年ですよね、以降は暗号資産取引所のステーブルコインの需要がね高まっているとしたと。で、テザーなどドルペッグのステーブルコイン量は買い戻しのための潜在的な買い圧力をね示唆しているということですね。で、個別銘柄ではディセントラランド、まあマナですよね、マナが前日比プラス 12.6% と反発、そして韓国大手サムスンとの提携がね材料視されたということですね。なんかサムスンでしたか、ごめんなさい、間違いだったかな、がディセントラランドの土地を買ったかなんかでしたよね。なんかあのニュースに上がってきておりました。上から下行きましょう。で、さらにカザフスタンの動向と、石油や天然ガスの産出国として知られるカザフスタンでは、年明けよりエネルギー価格値上げに、抗議する大規模デモが発生と、で、政情不安の高まりから緊急事態宣言がね発令されまして、はい、通信ネットワークが強制遮断されるなどの事態に陥ったということですね。で、これにより昨年5月にね全面禁止された中国マイナーの移転先の一つとして
して、安い電気代をね背景にシェアを高めていたカザフスタンのハッシュレートが大幅下落するなどの影響が出ていますと、うん、だからまあ電気代が安いところにね皆様マイナーの方々がねまあ走っていったということでございましょう。でそのうちの一つがカザフスタンだったんだよということですね。でアメリカとカナダにね、大規模マイニング施設を有する、うん、プライムブロックの最高法務責任者である、アラン氏は地政学リスクが及ぼす影響について言及、うん、カザフスタンやコソボ共和国などの発展途上国において発電や配電のねインフラストラクチャーは大きな弱点であり、うん、マイナーにとって深刻なリスクに、ね、なりうると懸念を示したということですね。で昨年11月頃には移転してきた中国大手マイナーの電力需要急増に対し、うん、カザフスタン西部から、タジキスタン南部にかけて深刻な干ばつにね見舞われ供給制限に至ったとされるということでございますね。まあ電力需要急増に対しということですね。まあこういったところがあるとねなかなかマイニングをする方々もねあのほら安定的に電気が供給されているわけではないということなんでまあ嫌気がさして離れていく可能性もやっぱり当然ありますよね。この辺はねで行きましょう。同氏は、うん、北米のビットコインマイナーにとっては、ネットワークのシェアをね伸ばす好機と捉えると。でいかに安い電気代がね魅力的だとしても中国などの独裁体制国や発展途上国ならではのカントリーリスクがここ1年間でね鮮明になったからだということですね。でこのままビットコイン相場の下落トレンドがね長引けば、うん、採算の取れなくなった弱小マイナーから順に淘汰され再び勢力図がね塗り替わる可能性も考えられると。で一方現時点ではビットコインハッシュレートは一時下落したものの世界規模でね致命的な影響までは生じておらず影響は限定的かということですね。で昨年5月の中国全面規制ではハッシュレートがね文字通り半減しネットワーク不安定化と市場の懸念をねもたらしたということでまあこういった形でねハッシュレートがまああまりよろしくないということでございましたが、まあマイニングをしている方々がねこちらカザフスタンの方ではまあ少なくなっていたハッシュレートがね大幅下落をしていったということでまあここがどうなっていくのか、まあでも下がっていったとしてもね結局やっぱりこう稼げるというところがね、皆様頭にまあ特にマイナーの方々は稼げるだろうということでまだまだね、ここはまあいろいろ他の国のところでねシェアをまあ他の国がシェアをね伸ばしていく可能性もありますからね、まあここは別にそのあまり気にするところではないのかなと。マイナーの数が減ったからといってまた増えてくるでしょうというふうにはね私自身思っておりますから、まあそこまで、懸念材料じゃないんじゃないかなというふうには私ビットマンティビアね思ってる次第でございますけれども、まあハッシュレートがね、下がってくるってことは、当然、うん、金額にもね当然影響はしてくるんですけれども、まあ一時的なものかなと思います。はい、それが要因で今回の下落につながっているわけではないかなというふうにはね感じている次第でございます。よろしくお願いいたします。はい、それではね本日の重要ニュースは以上となります。まずは、あちらですねビットゲットさんで初のローンチパッドが行われるよということで今後も参加しようかなと思っている方はね、せっかくですから第1回目からね参加してみてもいいんじゃないかなというふうに思っている次第でございます。あとは重要ニュースがねお3つございましたのでここら辺は要チェックでお願いいたします。そして行きましょう。本日のチャートムゼーパパプーパパプーパパプーパワーお願いいたします。お願いいたしますと一旦その前に時たばし、はい、それでは再開していきたいと思います。まずはこちらビットコインでございますね。いきまーす。はーい、ビットコインなんでございますけれどもただいまの価格が$41,400付近をね推移しているような形になっております。日本円で言うと8万円とかその付近をね推移しているということでございますね。で午前でねお伝えした内容とほぼほぼ変わらないんでございますけれども、一応ね今言われているのがこのね右上がりの、うん、黒いトレンドラインでございますね。こちらがある程度ね、防衛ラインとしては効いてくるんじゃないかと、うん、これでございます。この黒いやつでございますね。これが効いてくるんじゃないかというふうにはまあだから言われている次第でございますよ。 OK でございましょうか。でその値位置が、だいたい$41,000〜$200ぐらいだったかな、ぐらいになっておりますので、ですからここでまずは守られていけるか守っていけるかどうかで、もしですよもしこれ最悪割れてしまうとするじゃないですか。ってなったら週足の雲をちょっと見てほしいんですけど、週足の雲のね今ギリギリ上端値である意味支えられているような形にも見えなくはないので、もし割れ込んでしまったらこのね週足レベルの雲の下端値、はい、$37,000付近までの一旦ヒゲ付けの下落はね、ちょっと意識をしておいた方がいいかもしれません。イメージをしておいた方がいいかもしれません。ですからここで割れ込んでしまってずるっとパーンとねこの週足の雲の下端値をつけに行ってからの、戻しが急反発がね起こってくる可能性が今の段階では考えられるんじゃないかなということで、まあその反発はねまあ私自身も取ってはいきたい次第なんでございますけれども、ここがうまく機能してくるかどうか、あとは週足
私レベルで見るとね、ちょっと今ついでなんですけど、三蔵をね、ちょっと作っているような形にもなりますので、この黄色いライン、まあ今割れ込んでおりますけれども、その下のまあヒゲまで加味すると、どうでございましょう。そうですね、$39,700付近を割れ込んだら、さらに下落を起こしてからのブリッド、$37,000ぐらいまでもう一回なんかつけに行くみたいな形で見受けられるんじゃないかなと思いますので、ここはね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。週足レベルで見ると、ちょっと三蔵がね、形成されているような流れにも見えますので、ちょっと警戒感がね必要なんじゃないかなという風な感じがしております。そして日足レベルにもう一回戻していきましょう。はい、まあ日足で見ていくとねこんな感じ。なんとかね$42,000ないしは高値を結んだラインで、なんとかサポートがね効いているような感じにはなっているんですけど、またこれをね今現時点では割れ込んでいる状態になっていますので、支えが入りそうで入らないと。一回上にグッと戻ってきてたんですけどね、また大幅に割れ込んでしまいましたので、今日のアメリカンタイムでございます。つまり夜中の1時付近はちょっとこれね、さらにもう一段安への下落の注意をねしておくべきかなというふうに思いますので、ここは注意をしておきましょう。よろしくお願いいたします。もし反発狙いでいくんだれば、一応ね$38,000から$40,000の間、ちょっと広いんですけど、その間のどこかしらで急反発をね起こしてくる可能性がありますので、ここはちょっと期待をねしていきたいところでございます。一応ビットマン TV、 私は$40,000で3ビット、で$39,000で3ビット、そして、次、$38,000かな、ここで、4ビット、一応差し値を置いているような状況にはなっておりますので、そこまでブリッと落ちてきたらね、平均取得単価がまあ$39,000ちょっと下ぐらいで、平均取得単価がなるんじゃないかなということで、ある程度反発をしていただいて$40,000も1000から2000ドルぐらいまで戻ってきたら、もう利確をねブリッとかましていこうかなと。ちょっと急反発狙いでね行きたいなというふうには思っている次第でございますけども、そこがうまくはまっていけばなんですけどね。で、一応損切りはさっき見た、あちら、あれ、週足の雲の形が$37,000だったので、あそこをね割れ込んだらちょっとまずいなということで、損切りをねかましていこうかなというふうには思っている次第でございます。はい、とりあえずビットコインに関してはね、以上でございましょう。上に関して言うとね、ちょっとまだまだ上がってくる様相がまだないので、なかなか上目線の話はできないんですけど、まあそうですね、少なくともね、ちょっと雲消しますけれども、やっぱりこの日足レベルの200日の移動平均線、やっぱり48,200から300ドルぐらい上にバッとね抜けていかないと何も様相は始まらないでしょうし、もう少し言うならばここですよね。4時間足レベルの弱気雲の上端値を超えていければね、ある程度市場感が良くなってくるんじゃないかなと思いますけれども、そこまではまあね相場感が変わってきてから入っていこうかなと思う方は、$49,000付近を抜けてからグリッとね、ロングインして入っていくのがいいかなと。そして$52,000付近を狙っていくのがいいんじゃないかなというふうには思っている次第でございますので、ここは一応ね頭の奥にパチリと収納しておきましょう。はい、次行きます。次はごめんなさいね、イーサリアムでございます。イーサリアム行きましょう。行きます、行っちゃいます。ビットコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします、お願いいたします。行きます、行っちゃいます。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が、$3,180付近をね推移しているような形になっております。はい、でこの通貨に関してはね、まああまり様相がよろしくないでございますよ。やっぱり、上昇チャンネルも下に割れ込んでしまって、日足レベルでのね、やっぱりこの長期の移動平均線を割れ込んで200日 EMA を割れ込んでしまった 200MA を割れ込んでしまったので、ちょっと実践としてねよろしくないということでございます。で、あるならば、やっぱり$3,050付近までの下落は想定しておくべき。で、ここを割れ込んでしまった場合は最悪、$2,700ぐらいまでの落ちは想定をしておきましょうということですね。ここですよ。この、いわゆる押し目でございますよね。上昇チャンネルのサポートでサポートされて、ぐっとね、史上最高値を狙っていった起点となる、まあ、いわゆる場所でございましょうから、まあ、ある意味ね。ですが、ここでのサポートが入ってくれるかどうかでございます。で、入ってきて、これはまあ、第1部でも言いましたけれども、反発を起こして、この高値を結んだラインで頭を押さえつけられて三尊を作り上げていくというシナリオがね一つ想定はされますので、そこは注意をねお願いいたします。 OK でございましょうか。まあそれぐらいでございましょうかね。イーサリアムはね、まあ前配信言っていますので、あの値打ち的にも今とあまり変わらないのでね、まあそれぐらいでございましょう。で、相場感が良くなっていくのはこの高値を結んだラインをクリアしてきたらね、ある程度上値が軽くなって、遮るようなものがね特にないかなと。この弱気の雲もあるんですけども結構薄いので、ここね高値を結んだラインを超えていければあまり意識はされずにグリッとね$4,600付近までの上昇は見ていける可能性があるよというところは、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。4時間足レベルとかを見るともうほぼほぼ何もない状況にはなっておりますので、もう真空状態ですから、もう一回上昇チャンネル内に回帰してきて、さらに言うと高値ラインをね高値を結んだラインを超えていければね
かなり様相が良くなってくるでしょうから、まあそこまでね、ある程度待っておく、か、もしくは反発狙いでの$3,000、まあ$3,050付近でございましょうか、でのロングインをね、して反発をね、狙っていくみたいな形で見ておいてもいいかもねっていうふうには思っている次第でございます。まあビットコインとの相関性がある程度今強いので、まあビットコインが落ちてくればイーサリアムも落ちるよと、ビットコインが、まだね、先ほどニュースでも上がってきておりましたけれども、ロンガーのロスカットがまだないような状況にはなっておりますから、まだ今からね、こっから先、一段、下がってくる可能性は全然本当に、$30,000後半ぐらいまでつけてくる可能性はありますよっていうのは一応ね注意をしておきましょう。ビットコインがね、そうなるとイーサリアムも、最悪やっぱりこの$3,050というところを割れ込んで$2,600から$700ぐらいまでつけてくる可能性はこれありますので、そこも重ねてね注意をしておいてください。はい、次行きまーす。次はこちら行きます、行っちゃいます。皆様の皆様の大好きアルツのアルツのお時間でございます。私ビットマン TV も大好きでございます。いや、お願いいたします、お願いいたします、行きます、行っちゃいます。はい、3度。ごめんなさいね、もうね、こうテンションを上げていかないと、やっぱり1時間ぐらい超えてくるとね、ちょっとね酸欠気味になってきますので、テンションを勝ち上げていかないと、やっぱりチャートもね、テンションでぶち抜いていこうというふうに私ビットマン TV 思っておりますので、やっぱりこのテンションにね、やっぱりついていってくださいと。で、下落がなんだとね、いいですか、ここですよ、要するに。わかりますよね、下で待ち構えるぐらいの気持ちの余裕を持っていこうぜということなんでございます。このアルトコインに入る段階で言いますけれども、 OK ですか。これ何遍も言ってますけども、上昇するには膝曲げ必要ということでございます。 OK でございましょうか。ですから今は屈伸運動の最中でございます。ただなんとかキング様も粘り腰でね、守るべきラインにはまだ到達してませんから、いいですか、一旦の今下落としてもある意味捉えられるっちゃ捉えられるということで意識をしておきましょうよ。で、悲観になったってもどうしようもないんですか、はっきり言うけどね。あとかね、あ、やっちまった、また下落下落とかなったってこれどうしようもないんです。もう下がってきてるもん下がってきてるんで、そう、今もうね、ズバって言いましたけども、もう落ちてきてるもん落ちてきてるんで、ここでね、次を見据えて動いていくのか、負けている相場師の方たちと同じように総悲観になるのか、どっちがいいです。今落ちてきてるんですよ、わかりますよね。どっちも、どっちのテンションで行ったとしても落ちてきてる事実には変わりないので、だったんなら次を見据えて次なる戦略を練っていく方がいいだろうと、どこでサポートが入っていくのか、どういったところで現物を仕込むべきなのか、ここら辺をある程度指標として持っておくのはものすごく大事なことでございますから、テンション上げ上げで行きましょうよ。よろしくお願いいたします。行きます、行っちゃいます。はい、スヤーンでございますけれども、ただいまの価格が$4.84付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しては、まあ、マックディ戦もね、もう、あまりというか、もう全然良くないんですよ。全然良くない。はい。で、そして、雲を見てください。ここが、今、防衛ラインとして効いてます。もう、はっきりわかりますね。雲の下支えが入っていると。雲の形で。ですから、このラインを割れ込んでしまうと、つまり、$0.8を割れ込んでしまうと、ずるっとね、そっから真空状態になりますので、$3.65付近まで、$3.65付近までは落ちてくる可能性がありますので、ここは意識をしておきましょうよ。 OK です。で、今これ見ていただいたら分かるように、いいですか、レジスタンスからのサポートで上昇起点となっている場所がこの$3.6付近なんですよね。ですからこの値位置での OK ですか、サポート、つまり差し値をね、置いておくのはいいんじゃないかなと。分割エントリーでまずは一発入れてくぜと。で、もし割れ込んだら割れ込んだで$2.44付近でもう一発黄色いラインで、こちら、差し値をね、置いておいて、あちらですよ、現物のね、購入してみてもいいんじゃないかと。まあまあ、いわゆる出来高がね、ぐりっとね、上がってきた場所、出来高がぐりっと上がってきた場所が、いわゆるこの$2.44付近でございましたから、トップをつけている場所がね。ですから、ある程度ここも、ここで意識されている方も多いんじゃないかなと。で、あともう一つは、この長期の移動平均線がぐーっとぐーっとね、追いついてきていますので、この$2.44付近は、ある程度固めに、やっぱりこうね、意識はされてくるでしょうから、1分割、2分割ぐらいで入れておくのがベスト。で、後々の上昇を見越してね、あとはガチホです。ガチホでございます。特に現物の方はガチホでいきましょう。で、上昇してきてからの利確をきちんとしていく、それをしていけば、ちゃんとね、資産は増えていきますので OK でございましょうか。そこを鉄則化していきましょうと。ですから下落こそ我が、まあ、我々相場師の飯を食うところなんですよ。とにかく OK ですか。下落こそ我々相場師の飯を食うところなので、ここでいかにね、勇気を持って入れられるか、割り振れるかということが重要でございますから OK ですか。そのためのプール資金をね、今まで貯めていきましょうよということを、とにかくしつこいぐらいに言って
ってきていたわけでございます。ですから今もう本当によだれでね、もう皆様滑りそうな方、もうこれは完全にグッドボタンでございますので、ここは自信を持っていいですよと。だってそうでしょ、落ちてきていて喜べる相場師って言ったじゃないですかね。普通に相場の中に入っている相場師の本当に8割から9割方の方が負けてるんですよ。基本的には負けている方が多い。まあこれはいろいろな要因がありますけれどもね。ですけども負けてる方々って、おそらく私が今まで見ている方々は多いのは、やっぱり落ちてきたら落ちてきたで、あの他の負けている方々と同じように悲観になるし、上がってきたら上がってきたで、もうなんかね、落ちてきたことを忘れたかのように、もうわかりますよね、もうフェスティバルの中のフェスティバルみたいな感じで、うわーみたいな、来たーみたいな感じで、もう理覚することすら忘れてるんですよね。でこれはやっぱり負ける方の典型パターンなんじゃないかなと。だからその逆を行かないといけないんですよ。とにかく逆なんです。逆、もう逆です。ですから2022年は逆でお願いします。逆で行こうぜというところで意識をしておきましょう。だから落ちてきたら喜べる、上がってきたら危機感を感じてちゃんと理覚ができる、ここを2022年もう一度ちゃんと頭に留めてね、お耳の奥にバチッと、もうパチリと収納とか、そういった簡単な言葉じゃない、もうね、いいですか、コンクリートでガチッと入り口固めるレベルで、もうあの私の声がね、こうね、反復横跳びするレベルで、耳の中でです、耳の中で私ビットマン TV の声が反復横跳びするレベルでバチコーンってぶち込んでおいてください。よろしくお願いいたします。これがやっぱりね、勝てる相場師なのかなというふうには思いますので、特に現物中心の方でもそうですからね、 OK でございましょうか。ここは注意を、まあ意識をね、しておいてください。よろしくお願いいたします。ちゃんと上がってきたら上がってきたで、理覚はね、していきましょうと。でその前に、上がってきて理覚するものと理覚しないものってのはそれありますよ、うん、私ビットマン TV だってビットコインは上がってきても理覚はしません。だってこれは自分の中で何年間ぐらいは持っておこうって決めてますから、10年ぐらいは保有しておこうと決めてるんですよ。 OK です。ですからそこら辺もブレている方がもしかしたらいるかもしれませんので、そういったところも考えながらある程度戦略を練っていくっていうのがね、ベストでございますので、ここはよろしくお願いいたします。 OK でございましょうか。だから仕込むにも仕込んでね、いつ利確をするのか、どれぐらい持っておこうか、どれぐらいの金額になったらちゃんと利確をしていこうかみたいな形で、例えば、現物を買ったんならば全部は利確しないけど、例えば半分はこのぐらいの金額になったら利確をする、で残りの半分は本当に10年単位ぐらいでとか5年単位ぐらいで持っておく用の超長期保有の方に、まあ、移行させていくみたいな感じで、とにかく現物の枚数勝負だっていうのは、皆様ね、本当に2020年いきなり熱くなりましたけれども、ここは意識をねしておいてくださいということで、よろしくお願いいたします。またこういった話はね、ちょこちょこしていきますので、ぜひともぜひともね、皆様私と一緒に拳を天に突き上げてね、喜んでいきましょうということで、ここはお願いいたします。ですから今ね、まあ3ドに関して言うと、この値打ちを割れ込んでしまうと 3.6 ドル付近まで落ちてくる可能性がありますので、ここでのね、分割エントリーはまあいいかなと。でそうなると想定されるのが、いいですか、こういった形で、はい、まあ、あれちょっと荒いですけれども、下落チャンネル的なものがね、こうやって描かれてくる可能性がありますから、そこは意識をしておきましょうか。そういった形になるかもしれないよというのはね、押さえておきましょう。はい、次行きます。次は久々見ますね、トロイを見ていきましょうよ。トロイ、ちょっとテンション上がってきたでしょ、どうですか皆様、下がってきたから何って感じ、いやガチそれですかね、下がってきたから何、よかった逆にみたいな、仕込めるやんっていうね感じだから、何遍も言うじゃないですか、ビットコインが10万ドルいかないと思える方います？私あの思えませんよ。10万ドルはあの多分必達でいくと思うんですよね。これはいつになるかの問題だけであって、じゃあそうなった時にアルトコインがじゃあ上がってないと思います？上がってるでしょ、どう考えたって。そうなんですよ、だってそもそもビットコインだけに資金が流入してくるわけないんですから、そうなった場合。そして新しい方の新規で入ってくる方も当然いるということでございますよ。ってなるとアルトコインでもね、またまた新しい風がね流れ込んでくるでございましょうから、ここを見越して今ね、いろいろ動いていきましょうよということです。去年のいいですか、ゴールデンウィーク付近に大幅下落を起こしたでしょ、あれを乗り切ったんでしょ皆様、あれを乗り切った、あの大波を乗り越えた、もうねバカでかいねサーフボードで、そうなんです、バカでかいサーフボードであのねビッグウェーブを乗り越えたということは、そらメンタルはもうバカ強になってるはずですから、これぐらいの下落だったらね、どうってことはないでしょ、そういうことですよ。ですからいいですか、悠長に構えるというわけではないんでございますけども、次なる戦略を練るいい期間だと思って、クール期間だと思って、いろいろなところをね見ていきましょうよっていうことなんですよ。 OK でございますか。そういう風に見ていければ、下落も楽しめるし、相場全体が楽しめていきますからね、ここはよろしくお願いいたしますよ。でいきます。はい、もうね、私もテンション勝ち上がりでございます今。はい、よろしくお願いいたします。当然仕込んでます。当たり前でございます。はい、さっき言いましたけども、カスタね、あちらをちゃんと利確して、あのなんで利確したのか、これがあったからです。言ってきましょうか、なんでカスタでしたね、ごめんなさいね、なんであれを利確したのか、これはいい金額まで上がってきていたっていうのもあったんですけど、ビットコインの様子があまり良くなかったでしょ
そうですよ。だから良くなかったんで、だったんならこれビットコインが大幅下落を起こしてきたら当然今の値よりも下がってくるやんと普通に考えたらですよ。うん、あのカスタ、あの上場後は当然ね金額がバリッと高いのがついてたんですけど、それはある程度一過性のものでしかないよねと思ったので、私は利確をしたんですよ。でそれをあのいわゆるプール資金で貯めておいて、あのねバイビットさんの方でそのまま放置しておいたら、そのまんま今ね、これ仮想通貨業界がグリッと大幅下落を起こしていったので、あリップルある程度まあ落ちてきたからちょっと現物を購入しておこうかなという形で入れていったまでのことでございます。ですからカスタをねこれ利確をできたっていうのは一つ大きな仮想通貨業界全体の特にビットコイン様の、ある程度こうね流れ的なものがまだ全然ね、強気相場に移行する様相がゼロだったので、それはまた落ちてくる可能性があるんじゃないかなということで、利確いいタイミングでできたなということでございますから、やっぱり全体の雰囲気を感じ取るっていうのはものすごくね重要なことなんだよっていうのを押さえておきましょう。よろしくお願いいたします。で行きます。はい、次はトロイでございますけれども、ただいまの価格が 0.009 ドル付近を推移しております。でこの通貨に関してもあまりよろしくないと、うん、どういうことなのか、はい、わかりますかね。見ていただいたらね、上昇トレンドを割れ込んでおります。去年の9月あたりから、9月じゃないですね、去年の7、8月あたりから聞いていたサポートライン、この上昇トレンドのねサポートラインがあったんですけど、これを今下に割れ込んでしまいましたので、今こうなるとねやっぱりどうでございましょうか。うん、支えが入るのがやっぱりこういったヒゲをねつけているところがまあ一つ支えが入るでございましょうから、まあ大幅下落を起こした時の、大幅下落をブリッと起こした時の反発ポイントラインというところを考えていくならば、やっぱりここでしょうね。 0.0067 ドル付近、うん、ここでのサポートが入ってくるかどうかというのは意識をしておいてください。 OK ですか。 0.0067 ドル付近でございます。ですからこのあたりまで来たら一発ね反発狙いでちょっとね現物を購入しておいてもいいかもねという感じで、もしこのラインを割れ込んでしまった場合は 0.004 ドルぐらいまでグリッと落ちてくる可能性がありますので、ここはさらにね、押さえておきましょう。これはやっぱり上昇の起点となる場所でございますから、そこではねなんとかね、まあもうねここまで落ちてくるとトロイもねもう上昇分をほぼ全て打ち消すような流れになってしまいますから、なかなかきついところがあると思いますけれども、やっぱ気になる方がいるんであればね、一つ、ちょっとでもね少量でも購入しておいてもいいかもっていう感じがねいたしておりますので、ここはよろしく。まあその前に 0.0056 ドル付近で押されサポートが入ってくれるかなって感じがしますけどもね。 0.0067 ドルと 0.0056 ドル、 0.0056 ドルで、そこを割れたら 0.004 ドルというところが一応サポートという分割ラインとしてはね意識できるでしょうから、ここはよろしくお願いいたします。今は上がる要素があまりないので、やっぱりさっき言った値1ぐらいまで、落ちてくる可能性がね、まずは 0.0067 ドル付近、0.0066 ドル付近でしょうか。このあたりぐらいまで落ちてくる可能性がありますので、そこは意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。市場の様子がね、やっぱり良くなってくるのは、上昇トレンドのね、このね、サポートライン上にもう一回回帰をしてくる。まあ、時間的に行くと、そうなった場合はね、0.012 ドル、このオレンジのラインを超えていったあたりぐらいから、まあ、様子が良くなってくるでしょうから、短期並びに FX で勝負をかけたい方は、このライン上に乗っかってからね、ロングインをしていくのがいいんじゃないかなというふうには思っておりますので、ここはよろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はソルをね見ていきましょうか。ソルでございます。はい、行きましょう、行っちゃいましょう。上等でございます。はい、行きます。はい、ソルなんでございますけれども、ただいまの価格が138ドル付近をね推移しているような形になっております。そして、この通貨に関しては下落チャンネルをね今描いているわけでございますけれども、その下端値もうちょっと上げの力も弱くなってきて、下端値に今差し掛かっている状態。そしてこの下端値といいですか、この日足レベルの長期の移動平均線が今ねなんとかギリギリ支えとなっているので、ある程度、押し目、まあ、押し目というかね、まあ、いわゆる、落ちてきた時の、買い値位置であるんじゃないかなというのは思っております。分割エントリーの場所としては一つ、ありかなと。ただ、あまりね、多い玉を入れるのは、まあ、なしにしておきましょう。やっぱりビットコインがこれ以上下がってくると、当然、ソルに関しても、このね、127ドルというところが水平の、サポートが入り得るラインとしては意識されるでございましょうから、ここを割れ込んでしまったら、ずるっとね、それこそ80ドルぐらいまで落ちてくる可能性が、これは当然あります。のでそこは意識をしておいてください。 OK でございましょうか。ですからまあ今ぐらいでちょっともうちょっと落ちてきてもいいかな。ビットコインの様子があまりよろしくないので127ドル付近で差し値を置いておく。でもし割れ込んだ時を想定して、まあ、80ドル付近で、差し値を置いておくという二分割ぐらいでね入れておいてもいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはよろしくお願いいたします。 OK でございましょうか。まあ、もしね待てる方がいるんであれば、まあ、どうなるか分かりませんよ。127ドルでなんとか支え切ってグッと
上にね、上がってくる可能性も、これゼロではないので、当然ビットコインが4万、どうでしょう。今まあ4万ドルですよね。4万ドルを、いわゆる底値として固めていて、ぐっとね、ビットコインが上がってくれば、ソロに関しても、チャートを作り上げてぐっと上にね、上がってくる様相にはなるでしょうから、そこに対する期待感をね、持っていきたいというところでございましょう。まあ、これ消しておきましょうかね。高値も、ちょっと届かない。下落チャンネルには届かないような状況にはなってきておりますので、この高値を結んだラインを突破していけば、ある程度ね、力強さが出てくるんじゃないかなというところで意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。OK でございましょうか。ですから、今の時間、ね、位置で行くならば、まあ、この青いラインですよね。青いラインを超えていく、いかないとなかなか難しいのかなと思いますので、そこは後々の上昇をね、期待しながら、下に落ちてきた時の、現物の分割エントリーというのをね、しておくのがベスト。ということで、よろしくお願いいたします。もう少ししたら、分割エントリー場所に差し掛かる。で、もうその下にね、80ドルというところがありますよというのは、意識をしておいてください。はい。そして今日の最後ですね。まあ、だいぶね、上がってきていた通貨が安くはなってきてますからね。こういった時にプール資金がある方は本当にね、笑顔がこぼれないわけないということでね、やっぱりそういった相場師になりましょうということでよろしくお願いいたしますよ。で、そして今日の最後は、ファントムを見ていきましょう。ファントム。ファクトムじゃなくてファントムですね。を見ていきたいと思います。ファントム、ファントム、どこにいるかなーっていうことなんでございますけども、ね、テンション上がってきたでしょ？そういうことなんでございますよ。そういうこと。ですから、ここでね、どんだけもう、そう、ショック受けて、あ、もうダメだ、ダメだ、と思いながら行っても、次の戦略を練りながら、どこで仕込むかって考えながらね、行っても、下がってきている事実に変わりはないので、どんだけ前向きに、ね、なって話が進められるかっていうのがね、ポイントでございましょうから、やっぱりメンタルを鍛えていくっていうのはものすごく重要なことでしょうということでね、押さえておいてください。よろしくお願いいたしますよ。で、行きますよ。はい。次行きます。これ、ファントムなんでございますけれども、ただいまの価格が 2.75 ドル付近を推移しております。で、この通貨に関してはね、ある程度こう上昇チャンネルを作っているように、作りそうな段階になっていて、今、広い範囲で、で、その形をまだ全然崩して、ないので、一時はね、下落チャンネルをこの史上最高値からつけて、まあ、作っていたんですけど、そこを上に突破してきて、かなりいい様相で今話が進んでおります。で、なんとか抽選ラインを、いわゆる上昇チャンネルを作りそうな形になっていて、その抽選ラインをサポートとして機能をさせてますから、こっからね、中期の移動平均線がぐーっと上がってくれば、ボンとね、ファントムだけ別で、上がってくる可能性、これありますよ。ですから、ドルベースでいくならば目標価格は、まあ、4ドル付近でしょうか。4ドル付近までの上昇はね、ワンチャン見ていけるかもしれませんので、ここは期待をねしていきたいところでございましょう。で、あと一つ考えられる想定されるものは何かと言ったら逆三尊ですよね。こういった形で、逆三尊が作られていっているような形でも見えますので、それを加味するとここを結んだラインを抜けていけば、さらなる力強さがね、出てくるんじゃないかなということで、上がってきた時にはですよ、抽選ラインをサポートとして、このラインを抜けていければ、ちょっとね、押しが浅いんですけど、逆三尊が形成されていて、ブリッとね、上に、向かって上がっていくんじゃないかなというところで、意識をしておいてください。ですから、ちょっともうちょっと頑張ってほしい。もうちょっと。あとね、だいたい 0.5 ドルぐらい頑張ってくれれば、4ドル付近までの上昇が見ていけるんじゃないかなというところで、そこは意識をお願いいたします。まあ、全然様相が違いますよね。ビットコインはこんなに詐欺基調なのに、ファントムとかは全然上げているので、今年はもしかしたらですよ、ちょっとこれね、一つキーワードとなるのが、ビットコインとの相関性がなくなってくる通貨が、やっぱりちらほらちらほら、今までよりもより一層数が多くなって出てくるんじゃないかなっていう感じはね、します。ビットマン TV。わかります？言ってる意味。今までだったら、ビットコインが下げていたら、もう、ほぼほぼのあるところにもブレーって言ってたんですけど、なんかこう、そこじゃない。だからビットコインが下がってきていても全然影響が出てこない通貨っていうのが、今年は、数多く出てくるような気がしますので、そこもやっぱりね、見ていきたいし期待していきたいところだから、今ビットコインが下げてるでしょ。こういった時に下げてない通貨ちょっと注目してみるのはね、本当にいいかも。だってそれで下げてきてないってことは、人がある意味集まってきてるっていうことと同値でございますから、これはやっぱり今後のね、期待感を込めて集まってきているでございましょうから、そういった通貨ね、ちょっとこう寄せ集めて見ていくっていうのもいいかもしれませんよねっていうのは意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第2部の配信は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者様がなんてきます、なんと10,426名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはね、コメントとこちらが良いんでグリッと上がってきている、間口が広がってきているのかなと、あとはツイッターですよね、こちらのフォロワー様がね、やっぱりリツイート並びにいいねボタンをしてくれてるおかげで、ガチッとやっぱり上がってきているのかなと思いますので、もしよろしければ今後ともよろしくお願いいたします。ちょっとね、3度の途中で、ぐわーっとなんかテンションが上がってきちゃってね、やべえ、落ちてきてる、どうしよう、めっちゃ仕込めるやんってビットマン TV 思っちゃいました。ですから、やっぱりさっきも言いましたけども、去年のね、大暴落を経験した、方であれば、こういった時の乗り切り方って多分分かってると思うので、気持ちの持っていきようとかね。だからこういった時のために、
やっぱりプール資金って貯めておくべきだなっていうのは、さらにさらにさらに再確認ができたと思いますので、そこをとにかくできなかったんなら、それを意識するようにまた今年1年動いていけばいいんですよ。上がっていくだけの相場はない。逆に言うと下がっていくだけの相場もないってことです。OK ですか？必ず相場転換っていうのを起こすときが、必ずどっかしらのタイミングで来ますから、そういったときにね、相場転換が起こってぐっと上がってきているときは、ちゃんと利確を意識しながら動いていく。うん。で、利確したものに関してはプール資金もちゃんと取っておくっていうのを、2022年、もし去年できない方が、できなかった方がいるんであれば、2022年はそれをメインテーマにしませんか？うん、そういうことですよ。それをメインテーマにして動いていけば、今年の終わりにはまた皆様がね、パワーアップ、バージョンアップした状態で、さらに来年を迎えることができます。で、それを考えていけば、半減期なんてすぐ来ます。5年、10年なんてね、資産がぐん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 増えた状態で、訪れてきますから、楽しいね、仮想通貨業界ライフが送れると思いますので、ぜひともぜひとも2022年は、そういう心持ちで行きましょうということで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第2部の配信以上となります。第1部の配信をね、明日の、また、朝、早めに行きたいなと思っている次第でございますので、早めに行けたら早めに行きますので、ここはよろしくお願いいたします。それでは、明日の朝、第1部の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。では、バイチャッ。バイチャッ。